中村くん配信つけたよ。配信つけた。うん。三脚貸して。おはよう。みんな朝ごはんです。朝ごはんです。中村くん待ってる。みんな先行っちゃったよ。行っちゃった。うん。とりあえず酸素までつけっぱなしにしてさ。うん。分かるようにしとくか。何が？ああそういうことね。うん、え、あとどんぐらい？あとね、13分。13分までじゃあそこにいる？いいよ、もうこのままラジオにして前枠行けば。ああ、オッケー。じゃあ、じゃあね、みんな。前枠行くからね。前枠。あ、もう来て、結構来てるよ。結構来てる？700人。じゃあ、あ、三脚貸して。あ、オッケー。あんま寝てないけど、今日は海どっちみち行かないし、あのここの敷地内のご飯屋さんでお酒飲んで帰る感じに します。おはよう。俺は今日そのまま新宿に行くわ。うん、マジ？あ、そのゼウスさんの？ゼウスの被害届け。わあ、忙しいね。中村君大変だ。ありがとう。じゃあちょっと朝ごはん一応あの前回もねあの配信の許可 OK だったんですけどちょっと許可を取って、あーリスマ1ありがとう。中丸くんありがとうね。ご飯だ、ご飯。みんな朝ご飯。カシン君よく寝れた？あんまりいいかな。あんまり？うん。ああ、え？なんとかなる。なんとか？実際のハワイに来た。あのね、本日はね、バイキングですね。あ、カシン君、あの、戻ってきましたよ。これ最高じゃないこれ。カシンさん、カシンさん、あれ、カシンさん、画面見たあのプール、いいや、めっちゃいいね。なぜだ、なんで？プール最高よ。プールって夏のプールって。いいんじゃない？プール最高。マジで？そうです。同じワンちゃんも。人間もバイキングですね。バイキング。水多いですよ、山の中は。水なんで？なんで？リゾートっぽい。ここめっちゃいいよ。カラカラ感じて。土が土に当たりたいじゃん。分かんないけど。朝食はね、混むからね、みんな早めに行かないと。海はね、ちょっと行かない。総理が酔っ払ってるから危ないからね。総理も
あの、じんちゃんの面倒見れないから、あの、敷地内のとこで飲みます。あ、ねえねえ、あ、いいか、ワンちゃんもバイキングで楽しいよ。ここですね。あ、でも鍵はあるからなんとかなると思う。